旅人パイモン、どうやら物語は思いついたらしいね。そうだぞ。お前はもう少し時間が必要か。いや、僕もすでに思いついている。先着順でオイラが先に言うぞ。いいよ、構わない。じゃあ始めるぞ。昔々あるところに邪悪な学者がいて、山の上でトリックフラワーを改造していました。それらのトリックフラワーは痛みを抱えながら人間の姿になり、参道の脇で通行人を待ち構えていました。誰かに尋ねられると、それらは相手にこう質問をします。私は誰？あなたは誰？もし答えを間違えれば、わーという声とともに食べられてしまうのです。うん、怖いね。なんだよ、全然怖がってないじゃないか。オイラのダメ出しするなよ。不満なら自分で考えればいいだろ。つまり加害者であるトリックフラワーが被害者に完全に取って代わるということだね。じゃあトリックフラワーが城内に入るのか。一般人の姿で家に帰って、そいつの家族を全員食べちゃう。うわ、オイラが始めた話なのに自分でも怖いって思えてきたぞ。悪くない物語だ。記録してもいいかい？今度誰かと雑談するとき使えるかもしれない。脅かすために使うのか。ああ、意地悪なやつだな。僕の物語は君のよりも少し長いものだ。話はとある錬金術師から始まる。偉大なる錬金術師はホムンクルス1号を創造した。1号は彼女の誇りとともに一般人に完璧に紛れ込んだ。自分たちのそばにいる友人が人造人間だとは誰も思わなかっただろう。しかし一言は知らなかった。彼が生まれるまで錬金術師が幾度も実験を繰り返していたこと。失敗した欠陥品は放棄されたのだが、彼は死んでいなかった。失敗作2号は巨竜の腹の中に飲み込まれ、竜と共に雪山に残った。何年も後に神秘的な竜の力によって目覚めるまで、彼は雪山で様々な人を見た。そしてその人々と溶け込む1号のことも2号は思いもしなかった。彼らのような実験品が全ての人の目を完璧に騙せていることを。人々は1号を友人として受け入れ、親しみを込めて彼の名前を呼んでいた。それこそが2号の望んでいたものだった。だからこそ2号は1号に取って代わろうとした。その幸せなものになるために。おいら、なんか急に寒くなってきたぞ。怖い。2号は自身の計画を練った。1号の書籍とノートを盗み、1号が錬金術師から受け継いだ知識を研究した。彼は賢く驚異的なスピードで学んでいった。その後彼は自身の元の顔を変え、1号と完全に同じ姿となる。それから擬態能力のある雪山植物を発見すると、流血と錬金術を持って改造した。2号は自身を1号と全く同じ姿にし、さらには3つ目の個体3号を作り出した。はい、3つ目。しかし1号との間には違いがあった。2号は正真正銘の完璧なものになりたかったんだ。
そのため彼は自身と三号の首から血管の印を消した。僕が思うに、印を消したのは無意識の行動だったのかもしれない。彼は完璧なものになりたいと渇望するあまり忘れていたのだろう。人間とは本来不完全であることで鮮やかな活気を放つということを。2号の計画は綿密なものだった。3号が注意を引き、1号が3号を片付けるのを待つ。そうすれば脅威が去ったと勘違いした1号はきっと隙を見せるだろう。1号が一人になった時こそ2号が動く絶好の機会。1号を排除すれば彼は唯一の存在になれる。彼は知らず知らずのうちに全ての人の記憶に存在する1号に取って代わるだろう。1号の身分、住居、衣服、宝剣、名前、そして友人さえも。しかし人々は知らない。昨日と今日で会ったのが別人だということに。怖いぞ。おいら、もう人を信じるのをやめよう。だが2号の計画が実行される前に、とある特別な見知らぬ者が現れた。2号はその者との接触を試みたが、その者が自分と1号の違いをかすかに感じ取れることに気づく。こっくり。どうしたのかな、怖いのかい。その後は、その見知らぬやつはどうなったんだよ。もちろん2号の計画の一環に加えられた。2号にとって排除すべきものがもう一人増えたことになる。庭にある三つのバラのように、見た目は全く同じだが、三つの中の一つだけが毒のない良質品で、残りの二つが毒のある劣等品。そしてこの世界において、それらの世話をする庭師のみが、どれが良質品かを見極めることができる。人々は毒を持つ植物を嫌う。そのため、完璧なバラのみが高価で売れるんだ。劣等品は自身に価値がない事実を隠すため、毒で庭師を排除しようとする。2号もそう考えていた。だから暗闇に隠れてじっと待った。もう少しすればチャンスが訪れる。正真正銘の人間になるチャンスが。なんか暗い物語だな。その後はどうなったんだ。2号は成功したのか。おいらもう考えるのも怖いぞ。物語はあくまでも物語だ。本当のことにはならない。2号はこの物語で成功することができなかった。だが雪山では、君たちも警戒を怠ってはならない。ドゥリンの力と血肉によって変異したものは、同じくレインドットの創造物とも言える。僕と何ら変わりはない。君たち、そう言ってくれて嬉しいよ。いいんだ。僕は自分の素性を分かっている。お互いに、このテイワット大陸では、異質な存在だ。僕は、君の前なら、本当の自分を隠す必要はないと思っている。ただ、時に、錬金術がこのように偉大な学問であることを思うと、どうしようもなく無力に感じる時がある。大地に足を踏み入れる生命の一つとして、運命の掌握を渇望し、創造を渇望する我々は、一体どれほど傲慢なのだろう。旅人、創造とは傲慢な行いなのだろうか。もし違うのなら、僕たちはなぜ、
僕たちを支配し創造するものを神と呼ぶのだろう。もし違っていないのなら、僕たちは一体何の資格があって創造者などと主張するのか。僕たちの畏敬と尊重の念は一体どの程度まで持つべきで、どのように使えばいいんだい。別段特別な感覚はなかった。だがたまにこのことを思い出すと少し悲しく感じる。アルベド旅人、ここにいるの？あれ、アンバーの声だ。やっぱりここにいたのね。旅人、私たちサイリウスさんに言われてきたの。麓の拠点で大事なことがあるから、あんたもそこに行って。ウィンターキャンプもそろそろ終わりを迎えるわ。名目上の教官であっても、きちんと配置につかないと。じゃあ行ってくる。アルベド、またな。ああ、行ってくるといい。僕はまだここで用事がある。今回は下山に付き合えない。大丈夫、ここ最近は下山もとても順調だよ。それじゃ準備ができたら出発しましょう。拠点の人たちを待たせたら悪いわ。